私はアヤ、32歳。夫のマサキと遊びたい盛りの5歳の娘、マリとの3人家族。ねえ、マサキ、先月オープンしたプレイパーク、知ってる？マリが行きたいって言ってるんだけど、どうかな？ああ、いいんじゃない？本当？じゃあ、今週末の入場券、ネットで取っておくね。いや、ちょっと待って。やっぱりダメだ。え？なんで？入場料を調べたら、子供1000円、大人1500円するんだって。高すぎるだろう。普通だよ。終日いられるんだから、むしろ安いくらいだと思うけど。安くはないだろう。それに、昼食も外で食べることになるだろう。なんだかんだで、いろいろと出費がかさむし。そんなところに行ったら、トータルで俺の給料の2、3時間分くらいは使うことになるんだからさ。出た。マサキの時給換算。夫のマサキはお金に細かい。よく言えば倹約家、悪く言えばドケチだ。家計の出費に関しても厳しく、何かにつけて自分自身の時給に換算して文句をつけてくるのだ。共働きなので、私の給料も生活費に当てている。でも、私よりも収入の多いマサキに遠慮して、私も強く言えずにいた。別に、いつも出かけているわけじゃないんだし、たまにはいいじゃない。ダメだよ。オープンしたばかりで、人も多いだろ？そんな混雑したところに行ったって、人混みに金を落とすようなもんだって。本当に、それだけの入場料を払う価値があると思うか？でも、ちゃんと、費用対効果を考えろよ。近所の公園の方がコスパがいいだろ？ただだし、広いし、人も多くない。昼ご飯は、うちに帰ってきて食べればいいしな。でも、マリが行きたがってるんだよ。マリにはどう説明するのよ。子供なんだから適当な理由言っておけばいいだろ。その代わり昼ご飯をマリの好きな弁当にしてやれば大丈夫だって。マリはもう5歳よ。今回は私からマリに謝っておくけど、子供騙しみたいな言い訳はもう通用しなくなるからね。結局マリの行きたがっていたプレイパークには行かず、いつも通り近所の公園に行くことになった。マリは悲しそうだったが、お弁当に好きなおかずをたくさん入れることでなんとかなだめたのだった。結婚前まではお金にルーズじゃなくていいなって思ってたけど、子供のために使うお金までケチるのはちょっとなぁ。私は夫婦の価値観の違いに悩んでいた。そんな中、出無精のマサキを説得し、連休に家族旅行の予定を入れることに成功した。じゃあ早めに新幹線の指定席取っちゃうね。ちょっと待って、指定席はお金がもったいないから自由席にしようよ。は？いや、それはないって。連休で混むのよ。自由席だったら絶対座れないよ。マリを長時間立たせておくなんてありえないから。そうか？毎日元気に遊び回ってるんだから大丈夫だと思うけどな。動き回れずにただ立ってるだけって子供にとって一番辛いんだよ。そんな我慢させられないよ。とにかく自由席だけは絶対にないから。わかったよ。じゃあ俺は自由席で行くから、二人は指定席を取ればいいよ。その差額は出さないけどな。せっかくの家族旅行なのにバラバラって言うのはおかしくない？だったらお前たちも自由席にしろよ。わかったわよ。私とマリは指定席にするから、マサキは自由席でいいわ。差額分は私が出すから、それでいいよ。結局、私たちは別々で新幹線に乗って旅行先に向かった。乗車率は 100% を超えていて、指定席は満席。マサキはデッキで立ったままだったらしい。ふぅ、立ちっぱなしの移動って疲れるよな。そんな愚痴を言うなら指定席取って座ればよかったじゃない。ほんと、めんどくさい人。到着早々、観光地を3人で歩いていると。わあ、かわいい。本当だね。かわいいご飯屋さんだね。マリ、お腹すいた。ここ入りたい。そうね。ちょうどお昼だし、ご飯にしよっか。マサキも、ここでいいよね。俺は、座れればどこでもいいよ。あっそう。私たちは、雰囲気のいいお店で、昼食をとることにした。うわあ、内装も凝ってて、かわいいね。マリ、後で、お外にあったブランコに乗りたい。いいよ。ご飯食べたら遊ばせてもらおうね。やったー。なんかこの店、外装と内装がいかにも女子向けっていう感じだよな。可愛くていいじゃない。観光地のこういう店って写真映えするってだけで味は大したことないんだよな。値段も高いし、オムライス1300円ってぼったくりだろ。そういうこと言わないで。お店の人に聞かれたら失礼でしょ。でも本当のことだろ。せっかくマリが選んだ店なのにそういうこと言う？ほんと、もう。いやいや、ここで私が切れたらマリが悲しむ。落ち着け、落ち着け。お待たせしました。ご注文いただいた料理です。あ、ありがとうございます。マサキの言ったこと聞かれてないよね。マサキの失礼でケチな発言が聞こえていたら恥ずかしい。そう思って変な汗をかいたのだが、その時。ねえねえ、お兄さん。はい、何でしょう。お店の外にあった木のブランコはパパのお給料の何時間分くらいするんですか？マリ、何言って。ちょ、マリの口から出たとんでもない発言に思考と語彙力が吹っ飛んでしまった。この可愛い机は？あの可愛い絵は？パパのお給料の何時間分なの？
あまりの驚きで何も言えない私たちをよそに、マリは店内のものを指さしてどんどん質問していく。このご飯はこんなにお金出して食べる価値があるものですか？え？うん。マリの言ったことはマサキが家でよく言っていることだった。普段マサキが言っていることを真似してるんだ。マリにいつもの私たちの会話を聞かれていたんだ。言葉が出ない私たちに代わって沈黙を破ったのは店員さんだった。どうかな。お嬢ちゃんにとってどれくらいの価値があるかは、ごめんね、はっきりとは言えないんだ。これは全部お兄さんが作ったり、お兄さんのお友達がプレゼントしてくれたりしたものなんだ。だからほとんどお金はかかってないんだよ。でもね、お兄さんにとってはどれもどんなものよりも価値がある宝物なんだ。そうなの？あの可愛い絵もお兄さんが描いたの？うん、気に入ってくれた？すごーい。お嬢さんがすごいと思ってくれるなら、この店はそれだけの価値はあるかなと思ってます。さっきお父さんがおっしゃっていたように、確かに写真映えを狙っている部分はありますけど、うちの店で一番自信があるのは料理なんです。さあ、冷めないうちに召し上がってください。はい、ありがとうございます。はい。店員さんは先ほどのマサキの言葉も聞いていたのだ。マサキは気まずそうな表情をしていた。うわ、美味しい美味しい。マリ、もっと食べたい。確かにうまいな。出てきた料理はどれも美味しくて、私たちは追加で注文した料理もすべて完食した。あれだけ文句を言っていたマサキもだ。ねえ、お外のブランコで遊んでもいい？うん、いいよ。やった！ありがとうございます。お料理とっても美味しかったです。喜んでいただけてよかったです。ほんと美味しかったね。そうだな。ごめん、悪かった。え、何急に。マリがあんなこと言ったのは全部俺のせいだ。確かにそうよね。マリは完全にマサキの真似をしていたわ。うん、実はさ、アヤにもちゃんとは言ってなかったんだけど、俺の実家昔はすごく貧乏だったんだ。親父がお金にルーズな人で借金を作っちゃってさ、さらにリストラにあって、俺は欲しいものは何も買ってもらえなかったんだ。高校の頃からは俺自身もバイトをいくつも掛け持ちしながら学校通ってたんだ。親父が親戚の工場で働かせてもらえるようになって、なんとか生活できるようになったけど、昔作った借金を返し終わったのは、実は結婚する数年前なんだ。そうだったんだ。アヤには心配かけたくなくて黙ってた。ごめんな。いいよ、それは気にしてない。俺の子供の頃の思い出って楽しいものじゃなかったんだよ。親がお金で悩んでいる姿ばっかり見ていたからさ、親に気を使って欲しいものを買いたいとは言えなかったんだ。自分の家族にはそんな思いさせたくなかった。だからお金の苦労はさせたくないと思って倹約してたんだけど、今日のマリの言葉を聞いてすごく反省した。このままだとマリには楽しい思い出が残らないんじゃないかって。パパはお金の話ばっかりしてたっていう思い出ばかりになるよな。俺が一番なりたくなかった親の姿になっているって、さっきのマリの言葉で気づいたんだ。うん、アヤも言ってくれてたのにごめんな。お金の話だけじゃなくて、ちゃんと楽しい思い出をたくさん作ってあげるべきだよな。そうだね。私も強く言えなかったから、マサキがそのことに気づいてくれて嬉しい。でもマサキのお金への考え方もとても大事だと思う。実際私たち二人の稼ぎはそんなに多くないけど、マサキの倹約のおかげで貯金もそれなりにあるしね。お金の大切さを知ることもマリにとって悪いことばかりじゃないと思うの。お金の話がちゃんとできる家族って素敵だと思うし、何にどう使うのかはこれからも家族で話し合っていこう。ありがとう。うん、そうだな。こうしてマサキは反省をしたのだった。その後、マサキは以前のように細かくお金のことを言うことはなくなり、休みの日には家族3人でいろいろなところに出かけるようになった。パパ、あの乗り物乗りたい。そうだな。じゃあパパと一緒に乗るか。うん。最近マリも笑顔が増えたな。コミュニケーションが増えたことで、マサキ自身最近ますます娘が可愛く思っているようだ。このままだと将来マリにおねだりされたら何でも買ってあげちゃうようなパパになりそう。そんな心配をしながら娘と一緒に遊ぶ夫を微笑ましく見つめるのだった。